フィリピンで好きな子がいるんですよね。フィリピン人ってどんな性格なんですか？日本人と違います？嬉しそうな顔で相談してきた K。きっといい恋愛をしているんだろうことは、その笑顔でなんとなく分かってきた。これだけは言える。俺はおそらく、フィリピン人との交流の数、密度では、全日本人のトップ10に入るんじゃないかと。ここで交流というのは恋愛ではなく、ほとんどは仕事を通じたもの。かといって俺自身もフィリピンと付き合ったし、今のステディもフィリピンなので、悩みが尽きないであろう日本人男性のために、フィリピン人女性の性格にも軽く触れておきたい。フィリピン人の性格。男女共通編。めちゃくちゃ焼きもち焼き。これはフィリピン人の性格としては意外と有名。思いっきり顔に出す人もいれば、顔には出ないが、中でふつふつと熱くなっている者もいる。例えば、会社で上司が特定の部下を皆の前で褒めるようなことがあれば、たとえ男子でも焼きもちが顔に出てることもある。フレンドリー。さすが、スペインやアメリカの血を引いている民族。新宿や神奈川、そしてフィリピンでも何度か教会のミサに参加したが、お互いがすぐ友達になっているし、外国人の俺もすぐに受け入れてくれる。盛り上がりすぎて、アフターの野外カラオケパーティーで、何曲か英語の歌を披露することもあった。時間を守らない。フィリピンタイムと呼ばれ、連絡なしで3時間マカティで待った経験がある。雨やマニラの渋滞は都合のいい言い訳だ。これはフィリピンに限ったことではなく、日本人が特殊なのかもしれない。インドタイムというのも存在するから。言い訳が多い。遅刻の言い訳もそうだけど、何かにつけて言い訳が多い。もちろん人によるが、素直に認めて謝る人がそう多くない気がする。これはフィリピン人の性格なら、彼らにマイナスになるので何とか直してほしいものだ。盛り上がり上手。一度彼らと歌いに行くか、一緒に飲めばわかる。おしゃべり好き。南国のイメージ通り明るいのは確か。基本は明るいが、一方で、気分の上下が激しいことも少し長く付き合うとわかる。ただ自殺率がアジアで一番低いことからもわかるように、ネガティブな感情はあまり長く引きずらないようだ。なので性格を聞かれた時はむしろ、フィリピン人はよく喋るよと教えている。話を聞いてもらうのが好きなようで、あなたが聞き上手なら多分ずっと話し続けているし、あなたに必ず好感を持つはずだ。急に連絡してくる。思い出したように連絡してくることがしばしばある。簡単に人と絶交することはないし、時間が経つと許してくれていたり、基本は人を大切にするんだと思う。見えっ張り。意外かもしれないが、そんなところはクリスマスなど何かのイベントの時に見ることができる。フィリピンではお金が厳しい人がほとんどだが、例えばクリスマスと年越しの前には、お金を借りてでもデコレーションをして、良い食材を揃えて、家族や友達とそれを楽しみ、後のことは後で考える、なんて人が多かったりする。人を見た目で判断することも多いから、フィリピン人と何か大切な仕事で会うときは、少し服装や持ち物に気をつけるとうまく話が進むかもしれない。匂いに敏感。綺麗好きな人が多いから、体臭や口臭など匂いに敏感だ。特にフィリピンと恋愛する男性は注意したい。もしバホーなどと言われたら、その恋愛は諦めてほしい。おしゃれな人が多い。現地に行けばわかるが、ファッショナブルな人が街を歩いている。先日マニラ以来で日本で再会した D も、まるでモデルさんのようで、東京の街に違和感なく溶け込んでいた。アジアの中でも勤勉。サボってる人が目立つのも確かだけど、例えばレストランのコアタイムなど忙しい時間は結構テキパキと動いている。場の空気を読んで必要な時に協力し合いながら動けるのは、マレーシアなど他の国よりも一歩上を行っている印象。家族思い。とにかく家族大好き。日本の昭和のような古き良き時代を見ている感じ。海外で働くフィリピン人として、フィリピンを出るとほとんどみんなホームシックになっている。ホスピタリティ。個人的にはフィリピン人とたくさん付き合って分かった。彼らの性格としてはこれが最大の魅力と感じる。周りで困っている人がいたらほっとけない性格。例えば通りでおばあちゃんが何か立ち往生して困っていたら、車を止めて助けに行く。介護の能力が世界一認められていて、日本人も彼らに看取ってもらうことが将来増えると言われているのは、こうした性格があるからだろう。
フィリピン人女性の性格。やきもち焼き。これは当然。恋愛となると特に強力になるので注意したい。浮気をするなら刺される覚悟で。マメな人が好き。マメなことは愛情の証。メールのレスが遅いだけで疑われるかもしれない。スイートな関係が好き。いつも甘い言葉を交わしていたい。彼らと付き合うときは、日本人であることを忘れるのがいいかもしれない。フェアなこと、計算高い子がはっきり分かれている。これは育った場所や生きてきた環境にかなり影響されるようだ。騙されないように注意したい。心を開くまでは少しツンツン。あなたが本当にその子が好きなら、最初のツンツンした態度に負けずに粘ってほしい。痩せすぎはあまりモテない。フィリピン人の女性は、日本のジャニーズのような体型は性格的にあまり好きではないようだ。彼らはどうやらお釜に見えてしまうみたいだ。フィリピン人男性の芸能人を見ればわかるが、がっちりか少しマッチョくらいがモテるらしい。年の差はあまり気にしない。まさに愛があれば年の差なんて。20歳以上離れたフィリピンとアメリカ人や日本人のカップルは珍しくない。性格ではないのでフィリピン人番外編だが、言語能力に長け、数字に弱いのも特徴。近くにフィリピン人の知り合いがいたら、100割4はと質問してその反応を見てほしい。日本人と同じく長所もあれば短所もある彼ら、長く付き合ってみて、魅力のある人たちに違いはない。このブログで提唱する、権利収入プラス英会話力プラス海外の友達を手に入れ、海外で活躍する仲間を増やすこと。フィリピンはこれからも注目に値する国だから、関心のある人はこれからもぜひメールなどで情報交換したい。